YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。長谷川よしみです。今回は、ミート練習、二人でやるミート練習の動画になります。最初のメニューは、前回の動画で、ネットを超えるミートっていうのやったんだけど、今回は相手に向かって、人の顔とか胸あたりを狙って、腕を入れ替えて、打つ。まあ、これを意識して、やってもらえたらいいかなと思います、最初は。これは比較的、前回もやったんで分かりやすいかなと思うんですけど、次が僕の中でとてもいい練習だなと思ってて、人が投げたボールを打つ。これ意外と練習でやらないんで、これ僕すごいリアルで大事な練習かなと思ってます。で、大事なのは上がったボールに対して足で移動してミートする。で、今みたいに上がったボールに対して勝手に自分で突っ込んじゃうとミートできないので、上がったボールに対して打つ。上がったボールに対してしっかり合わせて打つ。これが基礎の練習の中で、ミート練習の中ではものすごくいい練習だと思うので、ぜひこれ参考にしてみてください。で、次の練習がちょっとアングル変わるんですけど、実際に横から試合で打つアタックみたいに横から来るボールを足を入れて打つ練習で、これかなり画面の左から右に向かってかなり強風吹いてるんで、トス上げる人もなかなか難しいんですけど、僕が今意識してるみたいに右足をしっかりボールの下に入れて、なるべく体が右と左に曲がらないようにして打つことが大事かなと思ってますね。で、これやるときに一緒にやる人もトスがなかなか難しいんですけど、まあ、それも球出しもビーチバレーはコーチも少ないし、自分のパートナーとやることが多いから、球出しもいい練習になると思うので、まあ、風を感じる意味でやってみてください。で、次今度逆ライトから、ライトは逆に左から右に風が流れてるからボールが綺麗に流れるんで、実際合わせやすいんですけど、これも一緒、トス上がってからボールの落下点に右足から移動して体はひねらないというか、よじらない、曲がらないようにしてショットを打つ。このメニューが僕はショット練習ではいいかなと思ってます。ぜひ参考にしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。